ウラジーミル・プーチン大統領と会談する、ロシアにおける、聖教会、イスラーム、仏教の代表者たち。モスクワに位置するロシア聖教会の総本山、旧聖主ハリストス大聖堂。ドミートリー・メドベージェフ大統領とブリアートの仏教徒。ロシアの宗教では、ロシア連邦における宗教の歴史と現状について、述べる。ロシアには、東ローマ帝国から、 キリスト教が伝えられ、東方正教会が多くの信徒を獲得した。17世紀に法神霊の改定が行われ、それに抵抗する人々により、正教古儀式派と別称が形成された。古儀式派は主流派ロシア正教会及び国家に弾圧された。ビオトル大帝の時代、正教会に対する国家管理が強化される。プロテスタント教会は、 西洋との接触により15世紀以降ほとんど全ての教派がロシアへ入ってきていた。ルター派やペンテコステ派も存在している。プロテスタント教会には分類されないものの、精霊の導きを強調している。点、既存教会組織の否定、聖書のアレゴリカルな解釈等により、プロテスタンティズムとの一定の共通点が指摘される、霊的キリスト教の諸教派も存在している。 聖教徒はカトリック教会に対して距離を取る人が多い。他方、ギリール一世は近年の社会問題に対する見解につき、ローマ教皇ベネディクト十六世と聖教会の主張が近いことを指摘、逆にプロテスタントとの差異の拡大に有慮を示している。こうした聖教会と性法教会の間における、 緊張持続と緊張緩和という両局面を持つ数々の現象はロシア正教会に限らず全世界の正教会組織と西法教会との間に見られる。ロシア連邦政府とバチカンとの間には正式な国交がなかったが2010年12月3日にメドベージェフ大統領がバチカンを訪問し教皇ベネディクト16世と会談し 国交樹立のために協議を重ねることで合意した。ロシア語訳聖書も長らく、シノドバン聖書しかなかったが、1990年代以降、プロテスタントによる翻訳がいくつか出ていて、また、シノドバン聖書も2010年代に入ると現代、ロシア語訳の第二版が交換され、多数の箇所が修正された。ただし、ロシア正教会典礼では、 通常教会スラブ語訳聖書にあるテキストを使うので、こうしたロシア語版聖書を使うことはない。帝世紀から反ユダヤ主義が横行し、ポグロムと言われる迫害が相次いでいた。ただしこのような反ユダヤ主義に対する指摘は、ビーチェプスクやフロドナといったロシア帝国内のシュテットルの存在を無視している。ソビエト連邦が成立した後でも、スターリンの時代に、 白衣の陰謀事件が発生した。これは、スターリンの主治医だった、ユダヤ人の医師団が、スターリンの暗殺を企てたという事件なのだが、スターリンの死後にでっち上げだったと判明したという、事件である。その後も、ソ連では、ユダヤ人は、政府の要職につけなかった。ソ連では、ナチスドイツほどではなかったが、反ユダヤ主義が根を下ろしていた。 極東地域やシベリアの少数民族に仏教徒が多い。ツングース民族の間やカスピ海北西岸のカルムイク共和国ではチベット仏教が信仰されている。モスクワなどの都市部では中国人やベトナム人が仏教の信仰を守っている。1990年代に入るとチェチェン紛争が始まり、2010年にはモスクワ地下鉄テロ事件が発生した。 一方で2018年ピョンチャンオリンピック女子シングル金メダリストのアリーナザギトワはイスラム教徒であることを誇りに思うと公言しムスリムであることを明かしている共産主義時代の影響や先進国的現象もあり無神論のものは人口の1割を超えるほか無宗教だがスピリチュアルというものは人口の4分の1に及ぶ ネオペーガニズム及びテングリは合計で総人口の1%を超えるものに信仰されている。またシベリアにはシャーマニズムの伝統が残る。他、少数ながらヒンドゥー教や道教の信者もいる。ソビエト連邦の崩壊前後には様々な信仰宗教が爆発的に勢力を拡大したこともあり、例えばオウム真理教のロシア進出なども見られた。 エホバの承認、末日聖徒、イエスキリスト教会、セブンスデイアドベンチスト教会は、過激活動対策法の対象団体となっている。ありがとうございます。